お邪魔します。はあ、ラムダ、また物が増えてますね。こんな場所で仕事なんて気が散りませんか。うわ、相変わらずカラフルな事務所だな。目が痛くなる。もう入ってくるなり僕の事務所の文句言うなんてめったよ。それもそうですね。あなたの事務所に我が文句を言うのも筋が違うのであろうな。ちげえねえな。それにしても二人揃って登場なんて仲良しさんだね。そうですね。わらわとダイスは前世で結ばれなかった姫と武士、今世で巡り会えたのですから、ひとときも離れたくないと思うのは当然でありましょ。そうなんだ、ダイス武士だったんだ、かっこいい。あた、くだらねえ嘘ついてんじゃねえよ。たまたまこの近くで会っただけだ。それなら源太郎はお姫様じゃないの。嘘ですよ。つか、こんな変人と前世で恋人同士とかまっぴらごめんだぜ。ええ、小生もまっぴらごめんですよ。ま、それは嘘ですけどね。まっぴらごめんが嘘ってことは、うわ、俺に近寄んじゃねえ。それも嘘ですけど。ダメだ、こいつと話してると疲れる上に話が先に進まねえ。やっぱ二人とも最高に面白い。でね、今日は何して遊ぼうか。ラムダ、今日私たちが来た理由を言ってみなさい。二人とも僕の事務所に遊びに来てくれたんだよね。本気で言ってそうですね。遊びに来てくれたんだよね、じゃねえよ。ここに集合してから中央区に行くんだろうがよ。あ、そうだった、僕としたことがごめんね。あー、こいつ絶対俺らのことバカにしてやがんぜ。ひどいな、大好きな二人のことをバカになんかするわけないじゃんか。ダイス、ラムダに突っかかっても不毛なだけです。だから落ち着きなさい。はあ、で、明日のテリトリーバトルで当たるのは新宿ディビジョン摩天楼でしたね。リーダーの神宮寺ジャクライとは窮地の中ですよね、ラムダ。そうだね。どんな人物なんですか。いい人だよ。他には。いい人だよ。他には。いい人だよ。もしかしてラムダは神宮寺ジャクライのこと嫌いなんですか。やだな、源太郎、僕に嫌いな人なんていると思うの。はい、もちろんです。ラムダは私以上に本質がつかみづらい人物だと認識しています。あなたのことを調べてみましたが、どうにも釈然としない。釈然としないって何がかな。隙が全くないんですよ、あなたの人生には。普通何かしら人間らしいエピソードが出てきますが、あなたにはそれがない。嘘っぽいんですよ、すべてが。これは嘘つきの第六感が告げています。ラムダには何かがあると。源太郎、これ以上俺のことを調べるのはやめろ。俺にとって不愉快な話だ。いいか、よく聞け。これはお願いしてるんじゃない、命令だ。そこを履き違えるなよ。二度は言わない。おい、どうしたんだよラムダ。ねえねえ、今の僕怖かった。怖かった。仲良くしてるお姉さんがこんなキャラが好きだって言うから練習したんだ。だよ、マジビビったぜ。いきなり口調も雰囲気も変わるんだからな。ラムダ、お前役者になれるんじゃねえか。わーい、ダイスに褒められちゃった。やってねー。まあいいでしょう。人にはそれぞれ物語があるってことですし、私の目的が達成できればそれで構いません。それに初めてラムダの人間らしい部分に触れた気がしますし。ん？おお、結構いい時間になっちまってんじゃねえか。早く行こうぜ。わわ、本当だね、早く行かないとだ。さあ、源太郎行こう。そうですね、行きましょうか。
それじゃ中央区に向けてレッツゴー。おい、ドッポ、帰るぞ。また部屋こんなに散らかしやがって。せっかく俺っちが掃除しても毎回これだからな。ほらほら、早く起きろよドッポ。先生との約束の時間に遅れちまうぞ。ああ、課長、すみませんすみません。俺が悪いんです。今月うちの部署の成績が悪いのも、空調が壊れたのも、課長の頭がハゲてるのも全部俺のせいです。すみませんすみませんすみません。うわぁ、夢の中でも謝ってる。どんだけ社畜根性が刷り込まれてんだよ。ほら、夢の会社から帰宅してこいって。ほらほら、帰ってこい。痛い。あ、起きたかドッポ。ひふみ、お前もう少し同居人をいたわった起こし方をしてくれ。起きないお前が悪いんだろ。つか、夢の中まですみませんを連呼してたぞ。社畜すぎんだろ。ほっといてくれよ。そうか、夢の中でも俺は働いていたのか。その分も給料請求したいよ。ほら、朝飯作ってあるからサクッと食べて待ち合わせ場所に行くぞ。今日の朝飯は焼き鮭か。先生、すみません。車を出してもらうだけじゃなく、運転までしていただいて。気にすることはないよ。車の運転は嫌いじゃないからね。ほんと、いつもすんません。ん？ちょっと待て。いつもだと？あ、そうだけど、それがどったの？なんでお前が先生の車にいつも乗ってるんだよ。ああ、ひふみくんと釣りに行くときは、私が運転しているからだよ、ドッポくん。そうそう。先生と俺っちは釣り友なんだよ。聞いてないぞ。え、そうなのかい。ひふみくんには毎回ドッポくんにも声をかけてと頼んでいたのだけど。聞いてないってことはないっしょ。俺っちはいつもドッポに声かけるんすけど、いつも今すぐ寝たいから明日にしてくれって言われて、結局生活リズムが真逆だから家ずじまいなんす。月一くらいで休みの日がどうのとか言ってた気がするな。確かにこれは俺が聞こうとしなかったのが悪いな。しかしなんかこう、そこはかとなくのけものになっている気が。ははっ、俺っちがドッポをのけものにするわけないじゃん。その通りだよ。次回は休みを合わせて3人で釣りを楽しもうじゃないか。ひふみ先生、ありがとうございます。ハゲ課長をヒプノシスマイクの餌食にしてでも休みを取ります。お、珍しくドッポがやる気になってるじゃん。うりゃうりゃやめろひふみ、くっつくな。休みを取るのにヒプノシスマイクを使うのはやめようね、ドッポくん。高い壁、中央区の外壁っていつ見てもすっごいな。ラムダ、もっとそれがしの周りをうろちょろしてください。あなたが楽しそうにしているのを見ると非常に心が躍りますから。おい源太郎、余計なこと言ってんじゃねえよ。さらにうざくなんだろうがじゃあもっと走り回ってあげるね。キュイーンどうかなどうかな。ま、嘘ですけど。へえ、嘘なの？はい、正直に言いますね。鬱陶しいからうろちょろしないでください。もう騙されないぞ。それも嘘なんだよね。いえ、これは嘘じゃないです。僕は騙されないかね。はあ、ラムダ、知らないかもしれませんが、ダイスは自分の周りをうろうろされるのが三度の飯より好きなんです。なのでダイスの周りだけでうろちょろしてください。お
おい、てめえふざけんなよ。そうなんだ、ダイスの周りたくさん回ってあげるね。キュイーン。あー、うっせー。おとなしくしてろって。キュイーン。あー、つっ捕まえてごらん。待ちやがれ。ラムダの様子はいつも通り。いや、違うな。あれから本質を見せていない。試してみるか。ああ、そうだダイス。あ、なんだよ。ちょっと車の中に忘れ物をしてしまったから取ってきてくんなまし。はあ、で俺が行かなきゃなんねんだよ。てめえで行け、てめえで。そうでありんすか。それなら諦めんしょう。今夜みんなでギャンブルをやろうと花札を持ってきていたんでありんすが、わっちはどっちでもいい。ははっ、すぐに取ってきてやっから鍵をよこせ。さて、ラムダ？と、何ゲンタロ？ちょっと聞きたいことが。うん、何でも聞いてよ。ただ、その聞きたいことっていうのは、さっきみたいなつまらない話かな。もしそうなら僕そういうの嫌い。いいでしょう。僕はあなたと揉めるつもりは一切ありませんから。ゲンタロウ好き。ああ、はいはい。それは行幸。ゲンタロウ、てめえ花札なんかねえじゃねえかよ。まあ嘘だけどね。てめえ。の、一郎だ。おーい、一郎。アメムララムダ、つくづく面白いやつだな。あー、着いた。いやー、相変わらず中央区の壁は高いな。ああ、そうだな。この重厚な壁や厳重な警備は、俺が命を削って稼いだ金から高い税金を払って作られているんだ。それを思うと血の涙が出る。この壁が今の歪んだ世界の象徴ですね。そういえば先生は一発目に当たる渋谷ディビジョンのフリングポステにいるアメムラシグマだっけ、そいつともともとチーム組んでたんすよね。ひふみ、シグマじゃなくてラムダだ。そうだそうだ、ラムダ。そのけったいな名前のやつはどんなやつなんすか。アメムラ君か。そうだね。何すんだよ、おどっぽ。バカ、噂によると先生とアメムララムダは仲が悪いんだ。気を悪くされたらどうすんだ。ドッポ君、ありがとう。だけど気を使ってもらわなくて大丈夫だよ先生。ほら、先生がいいって言ってんだからさ。そうだな、彼に対しては正直あまりいい感情を持っていないね。仏みたいな先生が嫌いって、そいつ何やったんすか。私は変人や鬼人といった人々は興味深く好きだが、人道、そうだな、道を違えると言えばいいのかな、彼はその手のことを犯している。それじゃあアメムララムダが原因で前のチームは解散になったんですか。遠因ではあるが、それが全てじゃないよ。つか、その人道を外れたことって。それは、いや、やめておこう。残念ながら彼自身に対しては好意的ではないが、その内容を喧伝するのは私の主義に反するから、答えは控えさせてもらうよ。いいじゃないですか、教えてこと。ひふみ、答えたくないっておっしゃってるんだ、無理に聞き出そうとするなって。先生じゃねえか。偶然だな、入る時間が被るなんて。ん？ああ、サマトキ君、久しぶりだね。変わりがないようで何よりだよ。おう、お前ら先生に挨拶しろや。はじめまして、マッドトリガークルー、イルマジュートと申します。
神宮寺先生の大噂はかねがね。お会いできて光栄です。お初にお目にかかる。召喚はブス島メイソンリオだ。よろしく頼む。これはご丁寧に。私は摩天楼神宮寺若来です。今後争う間柄とはいえよろしく。先生の後ろにいる奴らがチームメンバーか。そうだよ。二人とも自己紹介を。どうも、俺っちが摩天楼の MC ジゴロことイザナミヒフミです。よろろー。はあ、てめえ何チャラチャラしてやがんだ。やべえ、罪悪を怒らしちゃった。トップジンお助け。おい、ヒフミ、なんだこのリーマンはよ。ヤクザ。ほらドッポ、ちゃんと挨拶しないと失礼だろ。私は こういうものです。名刺だ。めんどくせえ。名前くらいてめえの口で言えや。すいません。私は観音坂ドッポというしがないサラリーマンです。彼はどこかで会った気が。最初からそうやって言えばか野郎。やっぱり俺はどこに行っても怒られる運命にあるんだ。どうせ明日も俺がいらないことをして俺のせいで負けるんだ。そして明日は俺のせいで雨が降るんだ。傘も取られてびしゃびしゃで女性の前に出ることになるんだろうな。全部俺が。急にどうしたんだ。気分が悪いならこのラベンダーを使った召喚特製ドリンクを飲むといい。さあ。え、ご親切にありがとうございます。おいジュート、あの飲み物前に俺らが飲んで意識ぶっ飛んだやつじゃねえか。ん？おいジュートどうした。やめろ。思い出したくもない。あの忌まわしすぎる味を思い出させないでくれ。おう、まああいつに教えてやる義理もねえか。それではいただきますね。おお、なんか気分が良くなった気が。ちょっと苦いですがそれもよく効く感じがします。あの、今度作り方を教えてください。それはよかった。もちろん教えよう。今度横浜ディビジョンに来るがいい。マジか、あれを普通に飲みやがった。正気の沙汰ではありませんね。ええ、ドッポ、俺っちにも飲ませてくれよ。まったく、ひふみは。ブス島さん、よろしいですか。構わない。ありがとうございます。ほら、ひふみも礼を言え。あざーっす。飲むがいい。はい、いただきやーす。おい、ひふみどうした。こんな時にふざけるなよ。まああれが普通の反応だな。ああ、そうだな。お？どうしたジュート。いや、なんでもない。そんなことよりさまとき、ちゃんと通行証は持ってきたんだろうな。当たり前じゃないか。持ってきてるに決まってんだろう。あ、寝ろ。はあ、まさか事務所に忘れてきたとか。ちげえよ、あのあれだ、車のダッシュボードの中にはあるっつろ。それは頂上。それじゃ取りに行くとするか。さ、リオも。承知した。つうことで先生、またな。ああ、サマトキ君、また明日。それではドッポ君、ひふみ君、私たちは先に行くとしますか。はい。
あのひときわでっかい門があるところが正門っすね。あれ、あそこにいるのは他のチームですかね。そうみたいですね。一郎君たちと、それに雨村君もいますね。お、先生が嫌いな雨村ラムダか。おい、いくら先生が気を使わなくてもいいとおっしゃってるからってデリカシーがなさすぎるぞ。そうですよね、先生。先生？先生、もう前の方に行っちゃったぞ。先生。久しいね、一郎君。それに雨村君も。ジャグライさん、どうもっす。ジャクライのジジイもいる。ジャクライ、久しぶり。聞こえてますよ、雨村君。相変わらず君は年長者に対する礼儀がなってないね。へえ、何のことか僕わからないな。ジジイのくせに耳はいいとか。だいたい君はいつまでそんな年齢に似つかわしくない行動をしているつもりだい。あっかんベーダ、おっきなお世話だよ。ふん、ベーダ、なんか言ったらどうなの。ほう、あれが摩天楼リーダー神宮寺ジャクライですか。聞いていたほど温厚ではなさそうですね。ああ、どういうこったよ。神宮寺ジャクライは虫も殺さない仏のような人物と聞いていましたが、ラムダにいきなり突っかかっているからですよ。へえ。もしくは仏のような人物を怒らせるほどのことをラムダがしでかしたのかもしれません。ちげえね、ラムダならやりかねねえな。ま、俺にはそんなんどうでもいいけど。ダイスは彼らに何があったか気にならないのですか。そんなん知らねえよ。俺はここにギャンブルをしに来たんだ。そんなくだらねえいざこざを聞いたところでひりつかねえよ。ダイスらしいですが、我々の敵を知ることも勝負する上で大事なことです。だったらそういう細けえことはお前に任せるわ。俺は目の前のやつと命の張り合いを楽しむからよ。まったく。まあ確かに大雑把なあなたに頼んでも当てにできませんから。適材適所、我は我の役割をこなしましょうかね。なんかバカにされた気がするが、ま、めんどくせえことを引き受けてくれるんだ。気にしないで置いてやるよ。それは頂上。ん？あちらから来るわ。葬儀前者の山田一郎君、会いたかったぜ。おやおや、皆さんお揃いのようで。うん、あれが元ダーティードッグの山田一郎と雨村ラムダか。なるほど、雰囲気はあるな。果たしてどの程度のものなのか楽しみだ。あれ、なんかマッドトリガークルーの警察の人が俺のところに歩いてくる。どうした、ポッポ、知り合いでもいたのか。なんてな、こんなところでお前に知り合いなんて。いや、お久しぶりですね。雰囲気が変わっていて先ほどは気がつきませんでしたよ。え、お久しぶり。忘れるのも無理はありません。私の見た目も変わりましたからね。以前職質をよくかけていたイルマです。は、ああ、あの不良警官さん。思い出し方があれですが、記憶に残っていて幸いです。えい、マジで知り合いかよ。ユニークなご友人をお持ちのようだ。すみません。観音坂さん、相変わらずすみませんが口癖になってますね。すみません。あなたは何も謝ることはないですよ。それでは私はこれで。はい、それではまた。ドッポ、あの人とどこで仲良くなったんだ。別に仲いいわけじゃ。昔ちょっとな。あ、捕まっ
とき、お膝。ああうぜえ、ひっつくんじゃねえよ。久しぶりなんだからいいじゃん。てめえ、いい加減にしねえと砂にしまうぞこの野郎。さまとき怖い。人が話しているとき急にいなくなるのは失礼ですよ。天津さえ人が嫌がることをするなど、いい大人がすることではありません。なら僕子供でいいもん。はあ、呆れて何も言いたくないですね。ならそのまま永遠に黙っててくれればいいのに。雨村君だから聞こえてますよ。マジうっざい。ラムだ、いい加減にしろっての。はあ、一郎も僕をいじめるの。うるうる。先生すまねえな。いえ、雨村君との話はまだ終わっていませんでしたから。だ、ダーティードッグのメンバーが揃った。ひゃー、この光景写真に撮って SNS に上げたらかなりバズるんじゃね。仲違いした伝説のグループが偶然にも一堂に会する、小説だったら盛り上がる場面ですが、こうして出くわしてみるとごめん被りたいですね。ふーん、どうでもいいけど、早く中に入って飛ばに行きてんだけどな。雨村君、先ほどの話の続きだが。別に桜井には迷惑かけてないんだから、ほっといてほしいかな。本当にそう思っているなら君の神経を本気で疑うよ。何言ってるのかな、僕わからないよ。私はいびつな人間のあり方自体は興味深いので嫌いではない。そのような人間に周りが振り回され、結果どのような不幸にあってもそれが人生というものだ。私は否定も嫌悪感も抱くことはない。だが、もうジャクライの話難しすぎてつまんない。そこまでだ、神宮寺ジャクライ。その先を口にすれば後悔することになるぞ。何？だからつまんない話はダメダメなんだよ。雨村君。何？誠に申し訳ないのだが、やはり私は君のことを好きになれそうにない。全然気にしないでよ。だって僕もジャクライのこと大大大大大大嫌いだからさ。一秒でも早くジャクライの顔見たくないんだよね。明日まで待つ必要ないかな。仕方ありません、正当防衛です。これは関係ないでしょ。年長者このフローで鬼退治最高じゃん。妖怪みたいにどうせ生き返る、でもこのラップで小さも生き耐える。久しぶりですね、この感じ。幻惑系を得意とするだけあってめまいがひどい。あれれ、もうダウンしちゃったのかな。ジャクライダサい。弱い弱い、痛い痛い、墓場がお似合いでしょ。ゾンビみたいに嫌いなのに敬うとかマジ無理。僕の期待じゃ暗い、裏切りすぎ。さすがのフローと言わざるを得ないですね。今度は私の番です。確かに君のライム、そのスタイルは見事。でも私は君のようなクランケなら容赦しない。君を試す言葉のメス正気かい？ないよならば君に勧めてあげよう。診断書なら小児科を。あ、すっごい回復するなんて。さらに行きますよ。
君に勝ち目はなし、子供魂のふわついた魂、敬意こそが人を強い人に育てる。だから私は強い、敬意が私を強くする。いずれ君もわかる、死んだ後でな。さらばだ。本当暗いよね。ジャクライのラップは攻めるんじゃなくて自分に向けて効果を発揮するんだから。最後は精神向上して防御力を上げたし。戦い方は人それぞれです。文句を言うのは三流です。カッチン、どんどん攻め込んでやんなかんね。イラ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 、何様だよ神様、あんたなんか嫌いだ。ムカつく余裕な態度に毎度カッチン来てんだ。ゾンビが威張んな。そこまでだゲローども。あれは、女がこんなにたくさん。これはこれは、えらく派手なお出迎えじゃねえかよ。先生、あの怖い女の人はもしかして。彼女は内閣総理大臣補佐官及び警視庁警視総監、行政監察局局長の嘉手納浩二一軸、現政権のナンバー2さ。やっぱり。次、神宮寺ジャクライ。はい、こっちに来る。はい、何でしょうか。質問をしたいのは私の方だ、このバカ者。貴様、この状況に申し開きはあるか。いえ、ありません。お前も所詮は男というわけか。あのなんだ。その先生は雨村ラムダがヒプノシスマイクを起動したから仕方なく。ドッポ君、私は大丈夫ですから。けどいいですから。それよりもひふみ君が怯えているみたいだから、そっちを。ドッポ、俺から離れないでよ。わかりました。大変申し訳ありませんでした。いい心がけだ。私の前で言い訳をしたらどうなるかわかっているな。よし、次、雨村ラムだ。はいはーい、何かな何かな。うるさい、耳障りだな貴様の声は。お姉さんに怒られちゃったよ。貴様のようなやつと話すのはイライラする。いいか、一度しか言わないからよく聞け。やったよーん。僕難しい話よくわかんないから聞かなーい。バイバーイ。バカと話すこともないか。よし、撤収するぞ。ひふみくん、大丈夫かい。女がいっぱい。よく見ろ、もういないぞ。マジ怖かった。雨村ラムダは予想していた以上におかしな人物ですね。そうだね、変人ではあるが、そのスキルは一級品だ。他のメンバーも見ていましたが、くせ者っぽい感じでした。一筋縄ではいかないかもしれないが、君たちがいれば勝てるさ。先生、それじゃあ中央区に入ろうか。はい。それにしても嘉手納浩二一軸なんて大物、初めて直視しましたよ。あのお姉さんが出てくることめったにないから、あえてラッキーだったね。さっきの偉そうな女、そんな大層な名前のやつなんだな。ダイス、偉そうなのではなく偉いんですよ本当に。へえ、そうなんだ。ダイス、まさか彼女を知らないとか。まったく知らねえ。あんなやつ知らなくてもギャンブルに何の影響もないからな。ダイスらしいね。はあ、だいたいラムダがあんなお上のテリトリーでヒプノシスマイクを使うからあんな状態に。ごめん、
ちょっと電話出てくるね。別にここでも構わねえぞ。お姉さんからの電話だから内容聞かれたくないな。それともダイスは僕とお姉さんのイチャイチャした会話聞きたいのかな。なもん聞きたくねえから外でしてくれ。だよね。それじゃあちょっと行ってくるね。お姉さんから連絡来ると思ってたよ。うん、もちろん誰にも聞かれてないよ。うん。それはごめんって。うん。分かってるって。うん。ふんふん。なあ、それは問題ない。あ、滞りない。他のディビジョンの奴らに不審な行動があればすぐ報告する。なあ、頼む。うん。はーい。もちろんだよ、いちじくお姉さん。